ブゾーニ国際ピアノコンクールは、イタリアのボルツァーノで行われている国際ピアノコンクール。1949年に、イタリア生まれの作曲家、フェルッチョ・ブゾーニの没後25周年を記念して、チェーザ・レノルディオが組織し、それが今日まで続いている。これまで審査員を務めた人物には、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、ニキタ・マガロフ、イーゴリ・マルケビチ、 カルロ・マリア・ジュリーに、ギャリック・オールソン、ブルーノ・カニーノ、ホワキン・ソリアーノ、ゲルハルト・オピッツ、アブデル・ラーマン・エル・バシャ、ミケーレ・カンパネッラ、レーフ・オベアンスネス、アダム・ハラシェビチ、中村・ヒ子マルター・アル・ゲリッチ、アンジェイ・ア・シンスキ、リー・リャ・ジルベル・シュテーン、タデウシュ・ジュムジンスキ、バレリー・ア・ファナシエフ、エリソ・ビル・サラー・ゼトがいる。部像には、ピアノ競争曲のの作品を、 BV110、210、230、236、247、264、290と7作確認できるものの、本戦で参加者がこれらを選ぶことは2015年、現在なくなっている。コブリンが優勝した回のみ、モーツァルトの家電座が、武造二作であることが義務付けられたことはある。150人ほどの応募の中から、 実際に、翌年の予選会に進めるのは27人だけである。公式サイト審査記事男性初優勝、女性初優勝、ショパン国際ピアノコンクールとの女性の両優勝者は、彼女だけ。ショパン国際ピアノコンクールとの男性の、両優勝者は彼だけ。最多受賞記録及び最多出場記録保持者。ブゾーニとジュネーブと高松をべて優勝した初めての、 ピアニスト。そして、初のアジア人優勝。第3回ティップック優勝者ムンジヨン三第60回、武造に国際ピアノコンクールで優勝。ありがとうございます。